こんにちは。学習塾1945です。今回もやっていきます。まずはこちらの問題。一時停止をして解いてみてください。では、確認をしていきましょう。今回は日本の気候のウォンズの問題ですね。この手の問題は、まずはこちらの基礎知識を頭に入れておきましょう。 最初は基本中の基本なんですが、北の北海道に行けば行くほど寒くなって、南の沖縄に行けば行くほど暖かくなるっていうのは大丈夫でしょうかこれも踏まえて日本の気候は主に6つに分かれるわけですよ。つまり気温と降水量を示したウォンズのグラフは日本の気候だと主に6種類あるんですね。その特徴をまずは言葉で確認していきましょう。入信で安くて分かりやすいところから見ていきます。 まずはこちら、日本海側の気候です。この辺はとにかく冬の時期に降水量が多いんです。で、冬は当然寒いんで、その雨が雪になって降ってきます。だからこのあたりは豪雪地帯が多いんですよ。新潟とかそんなイメージありますよね。で、次、今度は沖縄を見ていきます。ここは寒くないってところだけ押さえておけばいいです。で、次なんですが、今度は逆に北海道を見ていきます。 ま、北海道は冷たいなんでマイナス3度を下回る月があります。とにかく0度を大きく割っている月があるんですね。微妙に割っているとかのレベルではありません。まあ、これさえわかればとりあえずは大丈夫なんですが、梅雨がないことで降水量は少なめだということも軽く知っておいてください。で次、今度は瀬戸内の気候に行きます。まあ、瀬戸内の名前っていうのは、ここの瀬戸内海から来てるんですね。 ま、この辺りの特徴は中国山地と四国山地に挟まれて降水量が少なめってことです。で、その理由なんですが、こう考えてください。例えばこんな感じで海から陸に向かって風が吹くんですよ。北から中国山地に向かって、そして南から四国山地に向かって風が吹くんです。で、当然その風は海を通っているので水分を含んでいます。 でもその風はですね、中国山地と四国山地にあたってその外側で雨を降らせてしまうんですよ。逆に言うと内側では雨が降りにくいんです。だから瀬戸内の気候は降水量が少なめなんですね。あと全体的に南の方にあるので気温は高めとなってます。で、次なんですけど中央高地の気候に行きましょう。 ま、ここも瀬戸内と同じで山に囲まれているので降水量が少なめだと思ってください。あと、高地で高いところにあるので気温が低めっていうのも特徴ですよ。山とかの標高が高いところって寒いですよね。で、最後は太平洋側ですよ。まあ、ぶっちゃけここは特に特徴らしい特徴はないですね。まあ、強いて言えば降水量が少なめなところを3箇所紹介したので降水量は少なくありません。 あと、あくまでも目安なんですが、年平均気温は15度くらいはあって、年降水量も1500ミリくらいはありますね。ということで特徴をまとめましたけど、最後に判断のポイントをまとめておきます。まず手順1で分かりやすい3つを判断していきましょう。ォンズは折れ線グラフが気温で、棒グラフは降水量となってます。その棒グラフが U の字になっていれば、日本海側の気候だと思ってください。 そして寒い月がなければ沖縄で、クソ寒ければ北海道ですよ。北海道は0度を完全に下回ってください。で次、この3つでなければ手順2ですよ。降水量を見て、その降水量が少なくなければ太平洋側ですね。だいたい年降水量が1500あるかが目安です。少なくとも北海道瀬戸内中央高地よりも降水量は多いです。 で次、降水量が少ないと判断できた場合は手順3に行きましょう。具体的には年降水量が1200とかそれ以下です。この時気温が高ければ瀬戸内で気温が低ければ中央高地だと判断してください。年平均気温15度くらいがその判断のポイントでしょう。ということでこれも踏まえて問題を解いてみます。この手順通りに確認してみましょうか。 まずは3番を見てください。他のやつと違って明らかに棒グラフが U の字になってますよね。これは冬1月とか12月とかに降水量が多くなって雪が降る日本海側の特徴ですよ。で次、今度は2番を見てください。折れ線グラフの気温が明らかに高めなので、これは沖縄のウオンズですよ。寒い月でも20度近くあります。で次は4番を見てください。 これはクソ寒い北海道のウォンズですよ。明らかに0度を下回っている月があります。ということでこれで手順1は終わりですね。まあこの時点で今回は答えまで選べちゃいます。地図のあは瀬戸内地域です。つまり234の地域ではありません。だから正解は1となります。ですが、あえて手順2手順3もやってみましょうか。 で、手順2なんですが、1番は降水量が年1500あるかどうかの判断ですよね。で、見てみると、これは明らかにありません。1500はあくまでも目安の数字ですが、この1100ぐらいの数字は明らかにありません。だから、手順3に行きましょう。今度は年平均気温を見て15度前後あるかどうかの判断ですね。そうすると1番は16.3度と書いてありますから、瀬戸内と判断できるわけですよ。 ちなみにあの県は何県だか大丈夫ですかここは香川県ですからね。香川県は水不足になりがちなのでため息を作って水を確保するんだってことも押さえておきましょう。てなわけで今回は以上です最後まで聞いてくれてありがとうございました。